シークリフ駅とは、ロングアイランド鉄道のオイスターベイ支線の歴史的な駅。この駅は、オイスターベイ町の村落である、ニューヨーク州シークリフの東にある、ニューヨーク州、グレンコーブ市のグレンコーブアベニューとシーダースワンプロードの間のシークリフアベニューとグレンキースロードの交差点にある。この駅は、実際にはその村落ではなく、シークリフアベニューにちなんで名付けられた。 シークリフ駅は1867年に建設され、1888年5月に4000ドルを費やして改築された。1902年7月2日から1924年12月31日まで、その駅は2つの市街電車路線への接続を有していた。1905年当時、一方は、ラッソ群鉄道が所有するシークリフビレッジトロリー、他方は、 オイスターベ米支線の線路用地に沿ってダウンタウングレンコーブまで走っていたグレンコーブ鉄道であった。1909年から1956年までその駅は木製の歩道橋も含んでいた。2番目の駅が建設されてから約1世紀後、それはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。その駅は1997年に改築された。この駅は 高い床の短式ホームを2面有し、どちらも有効長は4両である。1番線に隣接する西側のプラットホームは通常、南行き、またはニューヨーク行き列車が使用する。2番線に隣接する東側のプラットホームは通常、北行き、またはオイスターベイ行き列車が使用する。オイスターベイ支線は、この場所では、本線が2本あり、 また分岐線も東側のプラットフォームの東にある。その分岐線は現在は保線設備のために使用されているが、1970年代までは貨物用側線として使用されていた。ザ・サイディング・アット・ワン・ポイント・クロスト・シー、クリフ・アベニュー・ツー・サービス・シー、クリフ・コール・アンド・ランバー、フーズ・カバード・コール・ダンプ・スティル・スタンズ、ありがとうございます。